僕の中であの例えばその本の中で書いたの中で印象的なのがあの自分の妻と娘を箱から出した時にとっても怖かった。うんうんうん、妻や母<の><で>っていう箱からですね。そしたらただ純粋に好きな人だったんですよ。うんうんこの中ではすごく良かったなって思ったんですけどうん、うん、なんかそれを恵子さんのお話を聞いてなんか自分の中で本当に純粋にこの人が大事であるっていうところを。 が自分が本当に抑えられていて、うんえー、それに基づいていろいろ行動表現できるだけでちょっとめちゃめちゃあのすごい楽しくなるっていう、うん、これは結構この中ではいろ、えー、んな人に体験してほしいことだなっていうのを聞いていて思い出しました。うんうん、で今コメントでね,ね、うん、ズームとそれからライブ配信両方入ってきていまして、うん、結構いろんな方から。 本田健さんも帰ってくださってますね。あの、ライブ配信の方で、イギリスから見てくださってるそうです。ありがとうございます。すごい。あと、えっ、ー、と、他にちょっと待ってください。質問的なものがもしあれば、そうですね行こうかなと思うんですけれども、うん、もし、もしと、だよかな、質問的なものは、あの、入ってはいないかな。あ、見えない世界が制限されるんですねとかあ、そうですね。あとは。うん 見えない存在にもお片付け現象が起こるとあここら辺なんですけれども、あの、先ほどのけいこさんのお話で、えっ、ー、と全てが必要で起きてるって言うことが分かりました。で、それからあとは自分にとってどういう関係であろうと見える。見えない関係含めてえー、すごく必要でえー、自分にとって一番求めてる形が起きてるんだなって分かりました。で、その上でそれが前提なんですけれども。多分自分にとって見え。ない この特に聖地からのメッセージの中でもある光のマスターの中でも特にご縁を感じるとかもしくは今の自分のタイミングでめちゃめちゃ関係があるっていうそういったマスターっていると思うんですけれども、うん、そういったマスターってどういうふうにしたらこ,うなんですかこ,のこの存在だなとかって分かるっていうか知るることができるんできんすか知りたいと思った場合そう知りたいと思った場合なんかまあ本当に、えっと、今だったらあの 行きたいあの、まあね、日本にいるんだったら自分の近場で、ねえー、すぐに行ける神社いくつかあるじゃないですか、うん、なんかこの神社に行きたいなってふと思った時に別に主催神が誰かで分からないで行くといいんですよ。うん、でそ,の、ね、それでその主催神を見る前にこの神社に行かれてどんな気分になるかなとかなってそしたらすごく、うん、あ こういうい気分、その気分が大事でねこう、もうキャッチしてるんですよね、皆さんがね、見えない世界の存在たちが、この関わっているこの周波数に、だから、あこんな感じ感じるわって言って、その後に主催者見たら、例えば、ね、あの、雨のみなかのしとかがいたら、へぇ、そんな神さんいるんだってで。私別にあああの、の、の、詳しくね、あのあの 古事記を勉強したわけではないんですけれども、この神様が私と関わったら、どんなふうになんか今の私のことをあのあの見てくれているかなとかね、で逆にこの私からその神様になんか伝えたいこと、どんな気分、どんなことを伝えたいかなとか、そういった形で対話してるんですよね。だからこうやっぱり 神様って、えっとえっと、要は神様辞典とかいろいろ神様カードとかいっぱいあってそれをこう参考にするのはいいと思うんですけどやっぱり神様との関係ってあの光のマスターとのそれぞれの関係非常にパーソナルだと私は思っていてでだからそのパーソナルだけによってあなたがこう惹かれるところに行った時に感じていることが。 本当に一番大事にしてほしいっていうことで、でもちろんだから、だから感じるっていうことがすごく大事。感じて、あこんなことをすごく、えっと、引き出してくれている。普段の自分とはちょっと違う角度から自分を見れる感じがするんですね。光のマスターとつながれば。でそ<う>そ、そういう役割も彼らはしてくれるんで、あの本当にき気持ちが向いている。ほら、人に対してもそうじゃないですか。 マナさんって素敵って思ったらやっぱりそ,のそこにいてマナさんが素敵だから一緒にいるとすごく温かくって、うん、なんかこう本当に愛されてることをなんか鏡のようにこう照らしてくれてるなって思うっていうのは今日の私だけれどもそれはそれでマナさんと私の関係性で起こってるじゃないですかそれを大事にするといいので、うん、あの要はつなが,がるのは難しいと思ったら難しいことを考え始めるので、ね、すっごいシンプルに、うん ピュアに子供の子供みたいにねえねえ、この神社に行こうって言って、え、この神社ってさ、なんかあれなんかき気持ちがスーッと落ち着くなって思ったら、それがあなたがつながっている先なので、あ、この神社は本当に私を平和にしてくれるんだなとか、例えば。なんかすすごく大事なのは、やっぱりつながれるという、全員がつながります。間違いなく。それを受け,受け入れてるか、実際に、あの、 うん、受け入れてなんか神社とかっていうと例えばこう今お,お金いっぱい儲けたいって言ったら金運神社とかわかんないですけど <laughs> 恋愛だったらとか恋愛なんとかとかでいいとか分かんないですけどなんか目的別に結構神社を。<laughs> <う>分けされてますよねあると思うんですけどそれでもまあ別にねあ,のある程度そのエネルギーの種類で。 神様の種類で仕分けしてくれるんで、まあまあ、あのそこそこいっちゃあると思うんですけど、それよりは、自分の感覚感染で引かれるっていうのが大事なってことですね、はい。そうなんですよ。結局、特にあの深く対話をつあのしたかったら、 自分流って皆さん絶対あるし、その感覚を信じて関わっていくのが一番いいですよね。でもしそれがなんかちょっとあのまだ自信がないなっていうレベルだったらば、縁切り神社だったら、こことかねあ、あるじゃないですか。そして大払いしてもらうんだったら、こことかねそ、それで始めてもいいと思うんですよ。で、それで始めて、誰かが何かを言ってたことは、さておいて、そこに行ったときに、自分は、えー、そのことについてどう感じるか。 あの私あのあ、タクシーの運転手に教えて,教えてもらってね、あのはい、あもうすぐ私、名前忘れるんですけど、京都の縁切り神社といえばれて有名なと所あるらしいんですよ。何、ね、だったっけ、名前忘れちゃった。あの怖いとこでしょう、そこにね、実は行ったんですよね、はい、なんかもう縁を生産したいと思って、<ー>でそしたらそ、そう思って行ったときに、ふと気づかされて、そこの神様が、あ今じゃないねって。 時間とともにそれは解決していくから、うん、そのままにしておけばいいよって言ってそういう感覚になったからあそうなんだってなんか急いですることなかったんだみたいなそういうなんかあのこともあるのでそういう意味でのすごくやっぱり最初あの先ほどの話と同じで自分とつながることを通してすごくやっぱりその目に見えない存在とのつながりが深まるのでそして問いかけする。 1そ一個の問いかけじゃなくて、それをこう循環する、問いかけを循環するとか、自分からこう答えてみるっていうことかね、あの話してみるとか、そういったことで、やっぱりその世界のパワースポットとその、そこの光のマスターとつながるので、ぜひなんか、気楽に、<laughs> 気楽にやってほしいなと思いますね。分かりという、ね、のも、僕にお片付けで伝えたかったのが、結構ひ、ひかれる人と一緒に何かやるとか。 んかこうこ,この人とやったらあ頭でこの人やったらこういうプロジェクトでうぬんっていうより先にこの人になんか惹かれちゃうっていう人だったら何か一緒にやるとうまくいくぞっていう感じでそのプロジェクトそのなん,んですかねあんまりなんて言う,うんですかねこう能力とかで見なくなっちゃってある時から。うんで 引かれてしかもその話を始めた時に会話がなんかこうシンクロしていくような相手とやるようになったら全体的にどん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 うまくいく、うん、結果うまくいくっていう順番に変わってそれ伝えたいと思ったんですけど今日お話聞いた時にあ光のマスターも同じなんだって思いました同じ、うん、全く同じなんですね。うん 惹かれて何かすごくあの本当に惹かれる感覚があってシンクロする感覚があったら本当シンクロすればいいってことですね。シンクロするんですよ。シンクロしてるから惹かれてるしさ。シンクロしない人のところには惹かれないじゃん。場所に置いてもそうだし。あじゃあそれこそ別に神社とかにとか有名なパワースポットにこだわらず。 あそこになんとなく行きたいって言って気持ちいいって浸るでもいいってことですよね。最高ですよ。最高なんですよ。本当に。あの不思議とはやっぱり、そのやっぱり、えっと、シンクロしてるなって感じるあ、聞かれるっていうのは何かシンクロが始まってて、でそういったあ、じゃあ今回ここ行きたいって言って、で自分が行ったらすごかったってなるじゃないですか、なったとしたら。<laughs> そしたら私のの場合はあの <laughs> 何か理由はないけど惹かれるお友達を誘っていくんですよそしてそのシンクロの,あの,あのボルテックスというか渦がすごいあのボルテックスっ渦なんですけどエネルギーの渦が広がっていって全員になんかこうやっぱりこのすごくやっぱり自分の心の中で求めていたものが手に入るっていうかな現実化するとかそういったことが起こりやすいのでそうするとさ現実化したところだけを見ると。 あそこの神社に行くとすごい現実化するだよっていうんだけどでもそのもっと以前にそのやっぱり感覚で捉えた自分のあのあここすごい心地いいし素晴らしい場所ですごいいい感じになってなんか宇宙とつながってるわみたいなそっから始まってるんですよねだから感覚から始まってますよね感覚と捉えたその感性を言語化して周りと分かち合っていくっていうことから。 引かれてシンクロが起きて起きた現象をご利益として神様をね分類しちゃったっていうところが今そこの作能的なところから見ちゃうようになっちゃった今見ている方もある意味ここ,この メンバーとかもしくは何かに多分、惹かれて今いらっしゃると思うんですね、ズームもライブ配信の方、どちらの方も、で、今、まあ、アーカイブの方もですね、配信とか、シンクロしてると思うんですよ、で、これ、けいこさんや僕やまなさんと、おそらく今、シンクロしている状態が起きていて、 ここ,ここって多分同じなんですよね。で僕ある時からその自分が打ち合わせをする人たちって結構その意識の中で自分でアクセスできない領域に結構アクセスしているような人がすごい増え,増えていてまあお互いなんですけど恵子、ね、さんなんかともシンクロするといきなりなんかいろいろボコーンとわ分かることがあるんですよ <laughs> 急にああみたいな。で今日も結構急に聖地とね光のマスターのことがいきなり分か,分かるようになってきちゃって恵子さんの何かに。 何かに多分こう,こうつながるっていうでこれって何かすごくあるなというふうに感じていいんでで見えない存在でも人間でも結構一緒だなって僕の感覚は一緒になりましたうん、うん、今日で本当にですよねかだから私たちでこういう、うん、今言葉っていうねこの音ということでこうやってつながってますよね、はい、で皆さんともつながってるんですけど、はい、言葉を発しなかったとしても私たちすごいコミュニケーションされているなって思うんですよ。 それがやっぱり感覚とこの私たちの感性とか、うん、あるいは私たち、うん、潜在意識で結構コミュニケーションはしてるんじゃないかなと思うんですね。で僕その人間関係のお片付けの、えー、とタイトルの本当の意図はこれまでの古い世界の概念における人間関係を一回やり、うん、ましょうっていう。ピュアな あの純粋な状態になろうよっていうのを一番本当は言いたくて、うん、でそのピュアな純粋って一番惹かれる人ととにかくシンクロしていきましょうよっていうのが理由なく惹かれるこうっていうところなのでなんかそ,そこに本当に今日お話しした見えない領域の存在たちも加えていくとなんか自分が本当に純粋になってピュアになっていって、まあ、これって無防備になっていくってことでもあるんですけれども怖い人はいると思いますけど怖い人は恵子さん 見てくださいっていう。あの <laughs> 大丈夫どれだけ無防備というか、もう、どれだけ生身をさらして、そして幸せで楽しそうで豊かさを循環してるかと。<laughs> 結構大丈夫ですっていう、なんか。 そうであの、その無防備な状態で、純粋な状態で、いろんな存在とこうシンクロしていくっていうところで、循環していくっていうところが、ですね、うん、え何かあの、すごく自分の中でも受け取るのこがあるのかなっていうふうに思いまして、というところなんですけど、時間が来てしまいまし <laughs> まだね、なんか、すごいいろんなお話をね、このまま聞き続けたいこととか、いっぱいあるんですけれども。 残念ながらお時間が来てしまいました。<laughs> 今日は本当にありがとうございました。えいこさんありがとうございます。ありがとうマナさんとこういう形で再会できるなんて本当に幸せです。そしてね今日はあのコリさんとほじょさん本当におめでとうございます。なんかキロくんに送られてきたのは英語バージョンで <laughs> このでこ,れこれでした。<laughs> これもすごいし<あ>なんかピュアでなんかなんかすごいあの払われるんですよねこれね。すごいなと思った。あこれ。 実はおはらい、天皇家にゆかりのある、ある宮司の方にお祓いを専用のトを作ってもらって、専用の祭壇に。すごいですね。オリジナルのこれのカバー専用ノリト1時間となってもらってるんですよ。ちなみにうちから発送させていただきました。ああ、すらしい。ありがとうございました。ご神経あふれる。そうそうそう、そんな感じするもん。 パワ,ーパワーを感じて、のパワーだから言いますけど、あの、3、4体だっけな、なんか、ここのオリ,オリジナルカバーをご祈祷したときに、その宮司さんが結構な人なんですけど、神様、何体か入ってきましたよ <laughs> っ,つって言ってたんで、多分ん、そうなんですあの、実はそういうカバーですというところで。 恵子さんの方から新刊が出ていましてです、ねはい、ゆ,ゆうこさん大丈夫でしょうか。はい。えっとゆうこ,さんこちらの方はい新刊のご紹介をお願いします。はいえー、出ますとお<あ><あ>そうなんです<あ>ちょうどねもうあの4月18日にこの聖地からのメッセージこの今回のお話の中で出てきたのがあるんですけれどもまた今月もですね5月18日に えね、何歳からでも本当に輝けるんだよっていうね50歳から輝く女性の生き方っていう本を出版,す出版しますがすでにもう5 0できますアマゾンとか実際にあの楽天のの方からですねで実はこの中に折り込みを入れていまして折り込みの本にはですね、えー、自分自身の本当に輝く生き方ビジョン作りみたいなね動画のセミナーをプレゼントとあと予約注文された方にはですね 実際にあのプ,レプレイベント、この5月17日に、えー、プレイベントをして、ですねこのオリエンテーション、この輝く生き方のオリエンテーションをするセミナーをライブでしますので、よかったらご予約注文いただき、無料でセミナーに、えー、来ていただけたら嬉しいかなと思います。 もうね、えっと、その聖地からのねこのメッセージの本を書いて今一番私の中でワクワクそしてピュアにこの自分の原点に戻れる場所がこのバイロンベイっていうねオーストラリアの。 結構日本人の方の中ではね、マニアックな人しか知らないかなと思うんですが、えー、リトリートしますので、5月20日からなんですけれども、よかったらお越しください。で、あと、私が伝えたい、このマジカルチ,ェラあのチャイルドっていうね、インナーチャイルドっていうのは聞き気づいた子供なんですけど、マジカルチャイルドっていうのは、そ,それこそピュアな、無条件に愛されている、えー、自分のその意識につながる、えー、そういったセラピストの方を育成しているので、もし、あ、自分、こういうのをやってみたいと思ったら、こちらのオンライン オンラインで受講できますので、よかったら、あの、えっ、ー、と、こう、Q. R. コードを読んでみてください。はい。ありがとうございます。いや、もう相変わらず、すごい活躍で。こ <laughs> れ、ね、やっぱりパラレルワールドいっぱい、<laughs> あの、あっち行ったりこっちで、楽しんでるんで、はい、なんかいっぱいやりたいことがあって。<laughs> 実現力がやっぱり、ゆ、あの、けいこさん、あれです、ね、行動力と実現力は早いですよね。うん、なんかね。 なんかもう、今ここにあって、スって動い、動かなくなっちゃうんです、ね。ついつい。ね、全然昔から、もう外見から、アクティブさから、おかわりなくで。ありがとうございます。ええー、尊敬してます。ありがとうございます。和田さん、いつもありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。おじさん、ありがとうございました。今日もの、なんか、この箱のお話とか。ね、あ、まだまだ。 話したい <laughs>、ね、まだまだ話されないんですけど終わりね、終われるがもったいないですが、そ、はいえー、の方に、ズームのチャットの方にですね、えー、聖地からのメッセージ、えー、穴口恵子さんの本とかですね、えー、QR コード以外にも、えー、リンクがね、今書いてありますので、よろしかったらこちらの方も読み取られてください。堀、は、内、い、さんの方からはお知らせ等は大丈夫でしょうか 方からも引き続き人間関係のお方っ、はい、あ、はい、あと鈴木さんとそれからこの間お話しした神戸さんとリアル書店キャンペーンやってまして、はい、あの特典がものすこの間のアカウン見た方はびっくりしたと思うんですけど特典めちゃめちゃすごいんでぜひ、ね、リアル書店で購入してみてくださいはい、はい、総額金額すると六万ぐらい近えすごい三 <laughs> 冊の一冊のご購入でもいいんですけれどもね三冊買うと 揃えるとすごいめちゃくちゃ豪華な点がつきまくるというねもう本がおまけなんじゃないかというぐらいにね本当ですよね <laughs> すごい豪華な内容になっております、えー、そしてまたですねあのこちらズームの方もこれからもまだまだ豪華ゲストとの、ね、対談がもう連休明けから目白押しでまだ続きますのでねぜひまた皆さんえ,ーえ は海運王子、たまりんさん。あした、あした、海運王子、タマリンと。た、ね、マリンさんが来週日曜日です。あ,来週あ、来週なんですね。あの、やばいです、この人は。です結構。で、その翌日、本田幸ちゃんです。あ、幸ちゃんですね。<laughs> なおなじみの。<laughs> おなじみの,じみのあのー。 僕いじられないように頑張ります。そう、<laughs> 私絶対見に行こうかなと思ってます。あのだってあのプライベートではさ、こうちゃんめっちゃいじるじゃん。いじるですよ。うそう、なんですよ。<laughs> ちょっと頑張ります。で十十七日その浴出くの田中保さんで、あとキコさんも決ます、ね。はい、さんねはい。うん、また面白いです。キコ、はい、さんもねはい。そうですね。かなり豪華なゲストですね。はい。 そんなまますます楽しみにしみてていいください、はいはいはい、はい。ということでとてもねあの話もうすごい興味深いお話ばっかりでもう終わるのがもったいない名残惜しいところでございますが、えー、またこれからこのアイタイブがまた Facebook グループの方にも後ほどアップされますのでまた何度も見ていただいて、えー、復習していただくとあのこの聖地や マスターたちとのつながりを強くなったり、まあ、自分自身、スピュアな自分自身とのねつながりを取り戻すヒントがたくさんあって、多分聞くだけでそのような自分になっていくなライブ配信で、このパワーはね、<laughs> 恵子さんと堀内さんのお話になっていますので、ぜひぜひまたアーカイブを見ていただければなというふうに思います。はい、それではでははすね本日は皆様あのー 堀内康隆、穴口恵子、対談ライブへのご参加ありがとうございました。また次のライブでお会いできることを楽しみにしております。あありりががととううごござざいいまましした。た。